長野県松本平広域公園は長野県松本市と塩尻市にまたがって位置する都市公園である。運動施設が多く充実している。施設は長野県が所有し、トイーボックスが指定管理者として管理、運営を行っている。公園の敷地は松本空港の全州を取り囲んでおり、愛称は新州スカイパークである。 第33回国民体育大会の主会場のために松本運動公園陸上競技場として1977年9月に会場。座席はメインスタンドのみで、その他は芝布席となっている。長野県陸上競技協会が主催する陸上競技大会に使用されている。老朽化により2027年開催予定の 第82回国民体育大会、第27回全国障害者スポーツ大会に向け、令和2年より、松本平広域公園陸上競技場整備事業が始まっている。道地はもともと、初代松本市営野球場があった箇所だが、施設の老朽化が進んだため1989年1月1日に、同市の別の場所、浅間温泉に設置されていた旧、 長野県営松本野球場と施設、土地の相互交換を行うこととなり、初代松本市営野球場は県の所有地となり、球場は廃止されることが決まった。その跡地や周辺の土地に総合運動公園、松本平広域公園が建設されることとなり、そこの屋内多目的体育館として整備された。アリーナ部は砂入り人工芝である。など、ありがとうございます。